ただいまより抗がん剤調整支援ロボット製について紹介いたします。近年化学療法の普及し入院患者だけではなく外来患者の多くも抗がん剤治療を受けられるようになりました。抗がん剤は特定のがんに対しては有効なものの毒性が強く、抗がん剤の調整量を誤ると患者様にとって非常に危険なものとなります。また調整作業を行う薬剤師の方にとっても危険なため、調整作業においては正確性および安全性が重要となります。次に抗がん剤投与の手順について説明いたします。まずはお医者様が患者様を診察され、処方箋を作成します。その処方箋に従い薬剤師が抗がん剤の調整を行います。抗がん剤は非常に危険であるため、薬剤師はゴーグル、マスク、ガウン、厚手の手袋を着用し、安全キャビネットといわれる狭く密閉した空間内で抗がん剤調整作業を行います。抗がん剤調整作業では正確性、安全性に加え、患者様に待ち時間のストレスを与えないよう迅速に調整することが重要です。ここで使用していますロボットはモートマン CSDA5F、 下半重量 5kg、 クリーンクラス6、過酸化水素水で洗浄できるよう防滴仕様となっております。ただいま行っています調整作業の内容は、バイアルと呼ばれる瓶の中に粉状の抗がん剤と25ミリの輸液を混ぜ合わせ、攪拌し、攪拌後に抗がん剤を輸液に戻すというような内容です。正確性につきましては、トレー内に入っている薬剤のバーコードと電子カルテからの情報を比較、照合し、間違いないか確認します。また、従来人手では注射器のメモリを目視確認して抗がん剤の量を確認していましたが、このロボットセルでは電子天秤を用い重量監査を行っているために精度がより向上しております。安全性につきましては、人ではなくロボットがこのアイソレーター内で調整作業を行うために薬剤師へ危険が及ぶことがありません。このように正確に安全に24時間連続して調整作業ができるために、患者様を待たせることなく迅速に抗がん剤を供給することができます。以上をもちまして、抗がん剤調整支援ロボットセルの紹介を終了します。ご清聴ありがとうございました。